演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、カルディの47都道府県代表お菓子、奈良県の味、奥山と柿の葉寿司味を食べたいと思います。柿の葉寿司って奈良と奥山の境目ですよね。こちらでは奈良県の寿司です。どんな感じなのかな。確か前に食べたことあるんだよな、これ本物。これはどんな感じで再現されるのかな。中はこんな感じです。では、特に特別な香りとかはしない。ではいただきます。紅生姜の酸味はしっかり効いてるけど、天ぷら要素はどこに？食べ進めていくとほんのり甘いすし酢の香りは口の中に広がってくるのですが、これまで個性的なポテトチップスをいろいろ食べてきたということもあるのが、ちょっと物足りなさを感じてしまったのは残念でした。もうちょっと前面に出てきて、上に乗っているサバの旨味も感じたかったです。ちょっと難しい料理を題材にしてしまったのかなと思う部分もありますので、これはこちらの点数とさせていただきます。それでは、小なのにすっとこどっこい滑稽かな、優雅に舞えないんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。